おはようございます。おはようございます、えー、昨日の晩からこの新年焼バトルロイヤルを見てました。まあ刑務所無人島の無人島の刑務所で、えー、少年院か無人島の少年院で、えー、喧嘩を競い合う。 そして最後バトルロワイヤルで、えー、生き誰が生き残るかやる戦いですね、えー、誰が島から脱出するかっていう戦いでまあ内容としては <laughs>。 あのー、本家のビートたけしさんが作ったバトルロワイヤル見てたらまあ普通にレンタルとか中古で安くで買ってみる分にはいいとは思いますけどまあ定価ではあまりおすすめしません。う 面白いまあ顔ぶれはねえー、今後の豪華な、えー、主役を張っていくであろう顔ぶれがねえそ、ー、揃ってはおりますがまあ あほんまはねこの芯ってなってるから年年ただの燃焼バトルロワイヤルもあるんですよ一本。でもそれは、えー、買いそびれて芯だけを買ってしまったからうんそれだからほんまは4本。 4本続きストーリー的には4本続きストーリー的にはなってるんですけどまあこんな感じで、えー、またどんどん DVD を見ていきますんで、えー、これからもよろしくお願いします。それではま Né. bye bye.